あの水戸ちゃんの下の方にある丸い部分あるんですが、はい、あれなんか書いてるように見えるんですが、あれはあれは水戸ちゃんって書いてあるわけなんです。水戸ちゃん、はい、水戸ちゃん、ひらがなですか。ひらがな、あーそう、ちょっと今の時代はちょっとね、はい、だんだん出ていければいいと思うんですが、頭の上の方にもなんか文字が見えますが、はい、あれはあずっとおもてなし、ひらがなですね、はい、ちょっと拡大してみます。おもてなしですね、はい、かんざしはどちら、目の上、どっちの目の上ですか。あの右の目の上、はい、はい、わかります。2つありますよね、あの花模様の。そう、はいはい、あれが梅の花なんですよ。はいはい、で梅の花で右が赤、右、こっちから見てですか、うんうん、で左が、はい、代々かな、になるわけですね。あ、ものすごくはっきり見えますね、うん、それで今度頭が納豆をつつこうと思う色だから、紫と、それから